ヒノキの浴槽のメーカーのヒノキ総研です。よろしくお願いします。私ども岐阜県ですね、中津川市というところ、木の名産地ですね、木曽のヒノキと言われるところの、桶屋をやっております。今までは木のお風呂、角浴槽だとかですね、丸浴槽を作ってたんですけども、お風呂単品でですね、ちょっとデザインがあるものを作ってほしいという要望もありまして、今回こういったお風呂を作りました。普段はですね、丸いお風呂だとか楕円形のお風呂というのはですね、タガが必要なんですけども、今回デザインということでタガをすべて取り外すという形で、こういったお風呂になったんですけども、見ての通り周り中も、外もですね、全部木で仕上がってます。ステンレスがなくなるとですね、タガがなくなるとですね、周りは壊れてしまうんですけど、通常このお風呂の場合は中に FRP が入っております。でそれがですね、木のお風呂の形の形成とですね、強度、あと防水の、役割をしております。お風呂に関して、FRP を巻いていることで、新しいデザインですね、自由なフリーな形ができるようになっていきます。今までなかなか取り込めなかった女性のですね、エステの後に入るお風呂だとかスパに一つ置いて、ゆっくり休んでもらうという、うちの、狙いがあります。実際今回こういった形で置かせてもらっていて、通ってく女性の方の方が、男の人よりも食いつきがいいという結果も出てますので、うちの方としては狙いは当てたんじゃないかと思います。お手入れなんかに関してもですね、今までの木のお風呂、もそうなんですけど、水を抜いていただいた後に、タオルで一拭きしてもらって表面を乾燥させてもらえれば、長く持ちます。一般的に10年から15年は、耐久性ありますので、ぜひ、シンプルな形でデザインもありますので、見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。以上です。